はい、皆様どうも、マフロです。はい、超久しぶりに、バットマン登場しました。っていうのもね、全然、やれてなかった。はい、すいません。せっかく買ったのでね、やっぱりやってみたくなりまして。はい、せめてクリアしたいですね。やっていこうと思います。せっかく買ったのにもったいない。で、どこ行くんだっけな超久しぶりすぎて。操作もちょっと今思い出しながらやってます。目的は何だっけな。それね、以前やってたよりね、映像綺麗になってると思うんですよね。ねえ、何をすればいいんかな目的みたいななかったっけ？ちょっと誰か教えてくんね。いや、これか。なんか出てるよね。200何メートルっていうの。走るとかできなかった。傾斜制御システムが遮断されている。走るかなんかできなかったっけ。下だなこれ。飛んだけどダメだ。また飛んじゃった。飛ぶんじゃない、降りろ。違う違う違う、登るな登るな降りるんだ。違う違うって多いんだこれ。グライドか。すいません、操作思い出しながらやっております。ほんまに久しぶりですよね。半年ぐらいもっとやってなかったかな。やろうやろうと思いながらね、なかなかできなかったので。これ下からかな。R2 丸入った。これ下から行けばいいかな。この下なんだよな。どうやって行くんだろう。下からでもないのか。おろ、バツボタンで走る。これ爆破できないかな。なんかあったよね。隠れるんじゃなくて。いや違う違う。ああ壊せた。この下どうやって行くんかな。これか。あ、ドアを開けるあった。これか。超うろうろしちゃったよ。ご主人様、いわゆるアーカムナイトなるものの身元の件ですが。何か分かったか。いいえ、アーカムシティの元囚人の中にアーカムナイトのプロファイルと一致するものはおりません。範囲を広げる。アサイラムから脱走した受刑者たちの中で軍隊経験のあるものを調べてくれ。ファイルをダウンロードしています。ロック。このロックどうやって解くんだ。上か。あれ、ここ来ちゃったら戻っちゃうよな。違うか、やっぱり。いや違う、いや
入ろうよ。ああ、一方通行かよ。まあ今度はこっから戻れるわ。身元確認完了。こんばんは。だから開けてよ。飛行船の傾斜制御システムが遮断された。遠隔発見、これか。なんとなく思い出してきたぞ。パスキーを合わせる。どうするんだっけ。資質なんか適当にやったら開いた。資質ってなんだ、資質って。一体俺に何をした。助けたんだよバカ。お前に触れば1000ボルトを食らうぞ。敵のコンバットスーツは一時的に帯電可能だ。その間は奴らを殴れない。どうすんの。殴れないって言ってるの、結構かませれないよな。でもやるしかねえ。キック。じゃあ戦闘の仕方も忘れたぞ。どうやって殴るんだっけ。あ、いや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 、近くだっけ。あいたいたいた。殴ってくるのお前。反撃だ。あ、やられた。いや、戦闘の仕方も忘れてるな。どうすればいいんだっけ。終わりだよダークナイト。もう何も怖がることはないんだ。ちょっと待った。戦闘の仕方ぐらいを思い出させてくれよ。あ、そうか、衛星兵からね。あ、バットクローってどうやって使うの。今はそれほど抵抗力ないんだろ。バットクローの使い方教えて。あ、これか。行くぞ、やつを倒す。ショックを食らえ。やつは大したことない。衛星兵から。今すぐおやめろ。大ピンチだ。しない。こいつから。危ない危ない。俺の腕を覆ってみろバッタマン。やばいやばい。ああビリビリやめろよお前。避けるのどうやったっけ。回り込め。
思い出してきた、ちょっとずつ思い出してきたけど。気がつけた？お邪魔して申し訳ございません。お好みのものを選んで車をアップグレードできます。アップグレード選択ん？お好みのって言われても何が何かわからんだが、これはお気に召しますよ。今夜のお相手のために書き出したんです。このドローンウイルスは軍の戦車の兵器システムを乗っ取って味方を攻撃させます。ほうほう。 EMP ブラストは近くの車両とミサイルを無効化します。この2つしかない。やっぱり乗っ取るでしょう。これを気に召しますよ。最も強力な装備ですか。そちらを選ばれなかったのが意外でした。すぐかかります。ダメだったのとりあえずやっつけた。どこ行けばいいの今度は。下か。あ、これハッキングしますせい。白さん、よし、ちょっとずつ思い出してきたぜ。あ、上じゃねえって、あっち行きたいの。グライドキックトウファイヤーカウンター決まった。あ、あれ掴むのどうやって避けるんだっけ。お、なんかやった偶然お、何してんのお前。あー、捕まった。必殺技みたいなのなかったっけなまあいいか。次はどこ行くんですか。あ、これか。アカネス。ハッキングか。ダメだ。なんか、お金開ける方法があるかな。これか。違うな。これでもないんだもんな。ロック中になってんだもんな。これじゃない。装備どうやって変えるんだっけ。あ、これでなんか調べれるんだっけ。あ、
これ爆破しろってことか。爆破はどれだっけ。しゃがんでもダメだ。あ、遠隔ハッキングじゃなくて違うな。これじゃない。装備どうやって変えるんだっけな。あれ？うん、分かった。それは分かった。あ、ガジェットの選択。これだな。これだ。L2 プラス R2 でスプレーで起爆ね。ドーン。翔くん、お知らせだ。かつての友人ミスタースタックがクラウドバーストの充電および作戦の準備を放棄した。当任務は我々の手で行う。エネルギー電池を運んで装置を充電するために生物工学に詳しいものが必要だ。俺を失望させるなよ。次どうすればいいかね。安定性操作できる。安定性操作したら何か変わるかな。やってみよう。あれ？あれ？オーバーライトってどうやってするの？これか。傾けてでもどうすんの？あ、またこれ？割れたっぽいけど。ん？傾けてどうすんだこれ。もう一丁。勢いで登ってた。登ったからなんだ。あ、開いてる。そういうことか。リドラートロフィー。ないじゃないか。研究ノートにアクセス中。ユーザー ID スタック採用。10月29日。新しい調合の作用は完璧だ。衣服を通り抜けて皮膚と眼球から容易に吸収される。
ガスマスクも無駄だ。とんでもない結果になるぞ。クラウドバーストと組み合わせれば世界を変えることも可能だ。それに金になる。ドクター・クレインは金儲けに興味ないがな。彼は俺たちの仕事、いや俺の仕事を無駄にするつもりだ。仕返しとしてな、俺たちの協力関係を解消する時が来た。彼が戻る前に俺はゴッサムから去ろう。研究ノートにアクセス中。ユーザー ID スタック採用。10月29日。あ、もう読んだか。新しい調合の作用は完璧だ。衣服を通り抜けて皮膚と眼球から容易に吸収される。ガスマスクも無駄だ。とんでもない結果になる。ロックされてる。クラウドバーストと組み合わせれば世界を変えることも可能だ。それに金になる。ドクター・クレインは金儲けに興味ないがな。彼は俺たちの仕事、いや俺の仕事を無駄にするつもりだ。仕返しとして。アルフレッド、スタックとスケアクローが計画しているのはクラウドバーストだ。ではなぜスケアクローはスタックを攻撃していると思われますか？だがスタックが裏切った。装置が欲しかったんだ。そちらからスタックのネットワークにハッキングできるようにする。クラウドバーストのことを調べてくれ。正体を知りたい。了解です。そろそろ時間なんだけども、なんかパワーアップとかできたりしなかったっけ。お、2ポイントポイントがある。ガジェットスキル全然上げてないんだよな。これにしてみよう。身元確認完了。こんばんは、ミスター・ダッシュ。頼む、逃がしてくれ。彼ならあるバットマンだって解き伏せられるくらいな。だがお前はスケアクローを裏切ったようだな。すまない、悪かった。アープネーも持ってんな。だが毒ガスがこの甘房の中に流れ始めた時に反省しても手遅れだがな。やめてくれ。あのガスがどんなものか、誰か助けてくれ。あの射撃手を倒したら敵の注意を引いてしまう。やつは後回しだ。我々はクラウドバーストをチャージし、バットマンがボスのところへたどり着くのを阻止すればならない。どちらが一方でも失敗すれば俺が恐怖ガスを吸わせてやる。スタックと一緒にな。はい、それでは今回はここで終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。